8月の第1土日ですねに行われます鈴鹿フェスティバル、こちらの方に参加する予定でございます。踊り子さんの中でですね、もしチームさんが鈴フェスの方に参加されないチームさんで鈴フェスに参加したいわと思われる方がいらっしゃいましたら、この曲で私たちと一緒にどうぞ鈴フェスを楽しみましょう。そして、山ちゃん、もしくは、私、もしくはこの青のT シャツを着ているスタッフにですね、鈴フェス出たいんだけどどんな話だろうという感じでお声をかけていただければ説明させていただきたいと思います。まだまだですね、今日初めて全員がこれが初めて全員揃います。正直、本当に携帯を見ながら一生懸命ここに練習してきましたし、夜な夜な集まって練習してくれる子もいました。ゴールデンウィーク中に練習した子もいました。全然揃ってはおりませんけれども、一生懸命踊ります。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。そしてこの詩の中にですね、伊勢の国は神の国ということで、この伊勢の大地でみんな、老いも若きも勇ましく可憐に踊る。そして詩の中にあります、希望へと続く道、立ち止まったとしても未来へ進もうという曲です。どうぞ皆さん、この熊本の震災の皆さんに向かって私たちも一生懸命踊りたいと思いますので、皆さんどうぞ最後までご声援の方よろしくお願いいたします。そして九州が早く一日も幸せにまた過ごせますように、私たちも思いを込めて踊らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは参ります。マイネット総取曲夢新聞カーエン。
れ。もうママが緊張するわ。すごい良かった。ありがとうございました。ご覧いただきました皆様、この曲ですね、これから、伊勢の地でいろいろ踊っていきたいと思います。で、今年の伊勢祭りですね、10月に開催されます伊勢祭り、こちらもこの曲の方でパレードさせていただきます。どうぞ皆様その時もご声援の方いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。で、今日ですけども、あと総動曲2曲ご用意いたしております。まだですね、募金の方も皆様募っておりますので、どうぞ